第188バラク気候旅団は、イスラエル陸軍北部軍第36気候師団に、所属する常設の気候化旅団の一つである。2017年時点における、イスラエル陸軍の4個の常設気候旅団のうち、訓練部隊を兼ねる第460気候旅団を、除けば、第188気候旅団は、イスラエル国産のメルカバ戦車シリーズの一つである。 メルカバマーク3シリーズを最初に配備し、また現在も集中運用している唯一の旅団である。第188機構旅団はイスラエル独立以前のユダヤ人武装組織、ハガナー時代に野戦下に設立された北部担当の地域旅団レバノニ旅団を起源とする。1948年2月28日にレバノニ旅団は北東地区を担当する。 1> 第1ゴラニ旅団と北西地区を担当する第2カルメリ旅団の2つの旅団に分割された。このうちゴラニ旅団は現在に至るまで常設の精鋭不評部隊として存続しているが、一方のカルメリ旅団は第1次中東戦争の後、第18カルメリ旅団として再編され、北部軍の予備役不評旅団となった。1五十六年の第二次中東戦争の際、 第18旅団は、南部での戦闘には参加せず、ヨルダンとの国境を守る任務についていた。この戦争の結果イスラエル軍は、気候部隊の重要性を再認識し、第18旅団は、気候部隊に再編されることとなり、第45、バラク気候旅団となった。第45、バラク気候旅団は1個戦車大隊、2個機械化不評大隊、砲兵連隊。 偵察中隊などから構成され、気候部隊としての訓練は1962年に完了した。1967年の第3次中東戦争では、第45気候旅団は、ヨルガン川西岸地区の北部側や、ゴラン高原での戦闘に投入された。1967年になると、第45気候旅団は再度改編され、第188バラク気候旅団と、 名称変更された。1969年になると、イギリス製のセンチュリオン戦車を、イスラエルで独自回収したショット戦車の運用を、開始した。1973年に勃発した第四次中東、戦争当時、シリアとの国境付近に、配備されていた戦車は、第188機構旅団のショット戦車30、数量のみで、一方のシリア軍は、数百両の戦車や、 装甲車での奇襲攻撃を行った。第188機構旅団は、第7機構旅団と共に奮戦して、シリア軍の攻撃を退けた。しかしながらこの戦いで、第188機構旅団は、旅団長一ベ弁イコール諸ハム大佐を含む112名が、戦死し、またほぼすべての戦車が大破あるいは損傷する、壊滅的損害を受けた。第4次中東戦争後に、 第188機構旅団は再編され、再び北部地区防衛の任に就いた。なお、同じ頃にカルメリ旅団も第165、カルメリ不評旅団として再編を受けている。1982年のレバノン進行時には、後にモサド長官となったメイル・ダガンが旅団長を務めており、第188機構旅団も海岸沿いに北上し、 ベールート国際空港の占領等の戦果を挙げている。レバノン侵攻以降、第188旅団は2000年に、イスラエル軍がレバノンから撤退するまで、南部のセキュリティゾーンでの治安維持活動に従事した。1992年になると、それまで運用を続けていたショットカル戦車を、メルカバマーク3に更新した。2000年代以降、第次インティファーダが発生すると、 旅団は、ガザ地区での治安維持活動にも投入されるようになった。この後、2006年には北部に復帰した第53大隊、第74大隊が、第2次レバノン戦争に投入され、南部に残った第71大隊は2008年に、キャストレット作戦に投入された。ありがとうございます。